不安や心配事をなくす方法経営のヒントをわかりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージエ m イコンサルティングの長谷川博之です不安や心配事はつきませんどうしたら不安や心配事をなくすことができるのでしょうかそこで今日は不安や心配事をなくす考え方や方法をわかりやすく解説します不安の正体は妄想です 妄想とは根拠のないありえない内容であるにもかかわらず確信を持ち事実や論理によって訂正することができない主観的な信念のことを言います。ちょっと難しい言い回しだったんですが簡単に言ってしまえば根拠もないのにあれこれと想像してしまうことなんです。つまりまりだ起こここってもももいいいいなななととをあでもないこうでう 通してて考えいいくここれが不安を生むということうなんですある出来事をネガティブに捉えると不安は募りますしポジティブに捉えると楽観的に過ごせますどちらがいい悪いではないんですがポジティブに捉える人とネガティブに捉える人ではポジティブに捉えて行動した人の方が良い結果が出ると言われていますしこれは科学的なデータもあります。 そもそも不安はまだ起こってもいない未来のことを考えるから起こります。え所詮人生は今このの瞬間の連続なわけですから未来のことをあれこれ考えることに時間を費やすのだったら未来のことなど無視してこの今この瞬間にフォーカスするのが賢明です。 またどうしても未来のことを考えると不安であるというならば最悪の事態を回避するにはどうしたらいいのかそのためには今何をすれば回避できるのかを考えた方がよほど建設的ですまたこんなデータもありますミシガン大学の調査では心配ごとの80%は起こらないというデータが公表されていますそして残りの20%のうち 16%は準備をすれば回避できるそうですつまり実際に起こるのわずかなんと4%だというデータがあるわけです心配事の96%が起こらないということですこれがミシガン大学の調査で分かったことですそう考えると過度に不安になったり過度に心配をすること自体心をすり減らしていることにもなります しかも、自らで不安を発生させて自らでそれを膨らまし自らで真摯にダメージを与えているんですそう考えるとすべては自分が原因だということになりますシェイクスピアは世の中には幸福も不幸もないただ考え方でどうにでもなるのだという名言を残していますまた、えー、アルチェバーシェフはそれ自体の不幸なんてない 自ら不幸を思うから不幸になるのだとも言っています要は気の持ちよう要は捉え方のやり方これが違うってことなんですえとにかく何が起こっても絶対的な幸せも絶対的な不幸もありませんどんなに幸せに思えてもどんなに不幸に思えても3年後5年後10年後になってみたら当時はそれが幸せだったがそれが不幸の始まりだったとか 当時はそれが不幸だったがそれが幸せの始まりだったということもたびたびあります。点で捉えるのではなく線で捉えるようにしてくださいえ。今日の話が役に立ったという方は高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。